皆さんこんにちは。今日は移民言語教育のための教師の資質やその要請について、特に日本語教育の方から報告させていただきます。私は2002年から共同研究者の松岡陽子さんとドイツ連邦共和国での移民に対するドイツ語教育について、調査をしてきました。なぜドイツなのかといいますと、これはもういろんなところでお話ししているんですが、ドイツの外国人状況および国や州の体制が日本の状況と似ているところが多いからです。また2005年からドイツが統合コースという移民の社会統合のための特別なプログラムを実施していることも注目していました。で、私たちがドイツに行った時、移民のためのドイツ語教室も何度か見学させていただきました。私はそこで現場の教師の力量について痛感しました。つまり学習者がドイツ語を勉強したいという意欲をなくしてしまうような画一的で変化のないつまらないクラスもあれば、学習者がそれぞれ生き生きとドイツ語学習に向かえるクラスもあったのです。この違いは教師の教室での振る舞いに関係すると私は考えております。特に入門レベルでさまざまな出身、さまざまな背景の学習者に十分対応できるかどうかということは、その後の学習に大きな影響を与えると思います。本日私が皆様にお話しするのは、ここのタイトルでは移民っていうふうになってますが、移民に対する教師と限定せずに多様な学習者に柔軟に対応できる日本語教師についてです。具体的には今までドイツ、それから韓国で移民に対する言語教室を見学してきた中で、私が考えた教師の質について特に成人に絞ってお伝えしたいと思います。教師の質については2000年に日本語教育のための教員養成について、これは日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議で、報告されている報告書なんですが、そこで、教師の質、教師の専門性については言われていることです。また、川内先生、横溝先生が書かれている、日本語教育ガイドブックや、それから日本語教師筆記ハートエンドテクニックなど、さまざまな本でかなりのページ数を割いて書かれていると思います。でお願いします。で、それにもかかわらず今日私が皆様にお伝えしたいのは3つです。このスライドにある通りです。まず文字の問題です。今まで4技能をバランスよく学習することが、日本語教育の、一般的なやり方でした。これも私自身が言っていることではなく、いろいろな動きが最近あって、4技能をバランスよく学習することへの問い直しが出ていると思います。これについてもドイツ語教室を見て、しみじみと感じたことです。それから2つ目は、今申し上げたようにさまざまな教科書とか教師養成のに関係するような、文献や教科書などで教師の資質に関することは、もう述べられていると思います。でも、それは非常に一般的なことであって、もっと踏み込んだ具体的な内容について今後検討が必要だと思っています。そしてその具体的な内容を教師要請にどのように組み込むのか、これも主観的な意見ですが、今までの教師養成には、周辺的なものとして、教師の現場での具体的な実践力などが挙げられていたと思うんですが、もう少しメインの中に取り込んでいかないと、多様な学習者には対応できないと私自身は考えております。それから3つ目、ごめんなさいまだです。3つ目なんですが、これがとても重要なことだと思っていますが、言語教育観、言語学習観の捉え直しです。これは、今まで
発表なさった先生方皆さんがおっしゃっていることと共通することなので、私自身もとてもこう心強く思っていることなんですが、この最後のポイントをしっかり教師教育の中に押さえておかないと、これからの多様な学習者に対応できるような教師は育たないと考えています。次お願いします。で、あとはハンドアウトに沿って少しお話ししたいと思います。33ページのところから、私が見てきたものについて、簡単にお話ししたいと思います。でまず日本語教育では一般的に入門段階で文字を導入します。これは話す聞くだけではなく読む書くという4技能すべてを入門段階からバランスよく教えていくという方法です。しかし第二言語としての日本語教育の入門レベルを考えた場合、話す聞くによるコミュニケーション力の養成を重視することが望ましいと考えます。この資料配布資料ではこの最初の四角の中は学習者の力量に合わせて文字を使うのか使わないのかを判断し決定できるとありますが、学習者の力量およびニーズに合わせて文字を使うのか使わないのかを判断し決定できると、してください。でここで問われる、教師の資質というのは学習者の状況、つまり学習者が滞在地である社会の中で、学習者が滞在地である社会の中で何を求めているのか、また学習者のバックグラウンドや現状など、こういうことを短い期間である程度教師が把握できることだと思っています。このことは日本語教師に関係している人でしたら当然のことだとお考えだと思いますが、文字を教えるのかどうかについてはあまり考えてこなかったのではないでしょうか。これは私自身も、当然のことという当たり前のこととして、自分で問いさえしなかったことだと思っています。さらに、2番のところなんですが、文字を使わなくても文字を使った授業とほぼ同じ授業内容を提供できる、これについてはもっと教師への要求が厳しくなります。つまり授業で文字を使用しないということは読む書くを話す聞くから切り離して授業を行うことです。授業活動の中で文字を一切介在させないということは教師にとってかなりの制約がかかり教えにくさにつながると思います。視聴覚教材などをうまく使って授業を展開することができるかどうか、学習者が理解しているかどうかの確認も文字を介在させずに行わなければならないという難しさがあります。次お願いします。それからレベル差なんですが、レベル差はボランティアが運営する日本語教室で問題になることですが、教師はクラス内のレベル差が大きくてもそれを逆にうまく活用できなければなりません。そのためには一方向的な教育活動にとどまらず、学習者間で学びが起こるように工夫することも求められます。ここで問われる教師の資質は学習につながる多様な方法に関する知識、そしてその実行力です。次お願いします。次に誤りの訂正に関してなんですが、まず重要なことは学習者の誤りを訂正する必要性とタイミングについて教師が適切に理解していることです。学習のプロセスのどの段階で何を明確にさせるのか、学習者の誤りが学習者の学習にどのような影響を与えるのかについて教師が認識した上で学習者の誤りに対応することが求められます。ここで問われる教師の資質は言語に関する知識と言語習得に関する知識、さらに学習につながる多様な方法の実践力です。知識についてはすでに現在仕事をしている日本語教師はみんな持っていると言えます。しかしその知識を学習につながる多様な仕掛けとして活用できるかどうか、これについては教師間でも個人差が大きいと考えています。
次お願いいたします。次に、学習者が理解しているかどうかに関して、学習者の表情や態度から把握できることも重要なことです。具体的に言いますと、学習者が理解しているかどうかについて、言語活動を通して確認できるさまざまな方法について、教師が十分知っていて、そしてそれをうまく使えるかどうかが重要だと思います。ここではもう実践力、現場でどのようにその、実践力をうまく使うことができるかが、全てだと思います。一つの方法で対処してみて成功しなかったら、別の方法を使える余裕と学習者との信頼関係が求められます。次お願いします。で、それ以外のことはもういろいろなところで言われていることです。自立学習の意識化を促す、明るいクラス作り、適切な事業運営、こういうことは、まあ、学習者と向き合うとか臨機応変な対応とかっていうふうに言われていることです。で、一歩踏み込んだことについては、もう少し後でお話ししたいと思います。で、もう一つ、22番にあたるところ、ハンドアウトの22番にあたるところなんですが、自分が担当する語学コースが社会的にどのような意味があるかを把握しているかどうか、これが、先ほど挙げた3つ目の3番目にあたる、私自身は一番重要なところだと思っている点です。次お願いします。では、まず最初に、さらに一歩踏み込んだ実践力について、私自身はどのように考えているかについてお話ししたいと思います。これについては、今日コメンテーターで後でお話ししてくださる今村先生の、1996年の技という本があります。意外と盲点なのは教室内での教師の具体的な働きかけなんですが、教室での教師の具体的な振る舞い方について詳しく述べているものは非常に少ないような気がしています。で、この今村先生の本では、変化、体の動き、情報の整理、バランス感覚などをキーワードに、教師が現場で求められる具体的な能力について説明しています。特に私が共感した点がここにある、外国語教師にとって演劇の訓練が必要だということです、ところです。ちょっと読み上げますと、外国語教師にとって演劇の心得は極めて有効だ。発音や発声、朗読に始まり、話し方、表情、動作の調和した豊かな表情、カリスマ性、さらには相手の受ける印象に対する感受性、適切な状況設定と例文選択をこなす能力など、外国語教師の強き味方は全て演劇の技術と重なり合う。この本ではさらに外国語教師の技術や能力を磨くための演劇基本訓練メニューも紹介されています。私自身も教師研修のワークショップで、例えばパントマイムの講習を受けたり、それから効果的な絵の描き方、それから去年の7月は実際に自分でシナリオを作って、演じてみるというのワークショップに、も参加したことがあるんですが、全てがバラバラであって、体系的にはなっていないっていうところが、やはり問題だと思っています。多様な学習者に対応できる教師が養成されにくいという点の一つの原因としてこの点が挙げられると思うんですが、この点については後で皆様と議論できれば嬉しいです。で、話は変わりますが、最近私の勤務する大学ではファシリテーター論とかコーチングの手法に関する講義が 2、3 開講されています。私も個人的に興味がありますので、これらの講義に参加をしたことがあります。で、これらの講義で共通する考えが、この2つです。スライドにある2つです。ただし、コーチングや、ファシリテーター論では、学習者の部分が人になっているんですが、全ての答えはその人が持っているということと、人は自ら気づいて初めて行動変容する
で、これを私は学習者に置き換えて考えています。すべての答えは学習者が持っている。学習者は自ら気づいて初めて行動変容する。ですから教師は学習者から引き出す役目、または気づいてもらうための、気づいてもらうために何らかのアクションを起こす、まあ、そのためにこそ演劇の心得が実践力につながるのではないかと考えています。次お願いします。で、もう一つの、そして私自身が一番強調したいところが、この言語学習観、言語教育観、これは教師の、日本語教師の言語学習観とか言語教育観の問い直しについてです。これもはるはる先生も先ほどおっしゃってましたが、日本語を効率よく教えることが最終的な日本語教育の役割ではないということを強調したいと思います。ですから日本語教師も効率よく教えることだけを考えていてはいけないと思っています。で、この議論というのは私個人の、まあ、オリジナルのものではなく、もう2000年頃から日本語教育の中で、議論されていることです。この配布資料にもあるように、山田泉先生は関係関連の人間社会の課題にいかに関与し、その克服を図るかということへの貢献も求められるとおっしゃっています。で、私は一番自分にとって分かりやすいのが、春原先生の言葉だったのでスライドには書いてありますが、春原先生は、言語教育を政治、軍事、経済、文化の文脈の中で考えるとともに、人は何のために新しい言語や言語能力を獲得しようとするのかという教育の目的、そして教育における倫理目課題についての考察が不可欠とおっしゃっています。さらに細川先生は、人間と人間が関係を取り結ぶコミュニケーション環境を設計するということが日本語教師の役割だと主張していらっしゃいます。抽象的なので理解しにくいかもしれませんが、教師養成について考える場合、言語学習観、言語教育観の問い直しは私から見るとかなり後回しにされていると思います。細川先生は、具体的に日本語教育現場の問題点を準備主義、目的主義、応用主義であると批判していらっしゃいます。で、準備主義とは、初級レベルの教室活動の中で社会で学習者が遭遇すると予測される事柄に十分対応できるための課題達成型の活動が多く取り入れられていることを、指しています。ロールプレイとかそういうことも挙げられると思います。つまり仮想現実の場面で状況を設定することそのものが実際のコミュニケーションとの乖離を生む危険性があると指摘しています。さらに仮想現実の言語練習の状況設定の中にその場面における語彙、文系など学習項目が組み込まれて学ぶべき目標が語彙、文系に収束してしまうとそのことが目的化して、まあ、自分の考えていること、学習者自身が考えていることを表現する意欲を失ってしまうのではないかというようにおっしゃっています。さらに目的主義とは日本語教育が常に過渡的な橋渡し的なものとして位置づけられ、予備教育的な位置づけから脱却できないことを指しています。応用主義は例えば日本語教育でしたら日本語学という、それの応用として日本語教育が存在するという発想です。基礎学の理論をそのまま鵜呑みにしてある項目の知識獲得が目的化し教育そのものが硬直化すると、細川先生はおっしゃっています。この3点について皆さんはどうお考えでしょうか。私自身はまさにその通りだと思いました。で、これらの問題点、目的主義、準備主義、目的主義、応用主義の問題点を解決するためにはどうしていけばいいのかということを現在もまだ考えている最中です。
細川先生はここにあるように、言語そのものの言語そのものの形態と意味、そして場面としての文脈を結びつけることが言語教育の使命だと信じ込んできた言語能力観には根本的な問い直しの視点が求められようと述べていらっしゃいます。で、この下のスライドにある下の鍵カッコは、これは英語教育の中清先生おっしゃる方なんですが、その方のおっしゃっていることと共通しています。これも読み上げますが、学習者は教師に従順なロボットとして道具としての英語を自動的に身につける存在というふうに、これは英語教育での学習者について批判されているんですが、日本語教育でも同じことが言えるのではないかと思っています。社会政治的な原因も多いので、きっとはっきりとした答えというのはなかなか出てこないと思います。でも日本語教師自身がこういうことについて、問い続けることが現場の教えるために現場で教えるために求められる具体的な能力を支える土台になっているんだと思います。語学教育が、政治的に透明だから私はそういうことは関係ないというふうに、口にする今日、まあ、仕事仲間の人がいるんですけれど、もう今はそういう時代ではなくなってきているのではないかと思っています。以上で私の言いたいことは終わりです。で、昨日私自身すごく劇的な話というか劇的な、体験をしました。これを最後に皆さんにお伝えして終わりたいと思うんですが、次のスライドお願いします。私は実はすごく好きな作家がいて、その作家の小説を昨日たまたま手に取って読みました。で、全く小説の内容は知らずに、この作家が書いた内容だったら何でも好きなので手に取って読んで、もうすごくショックを受けたんですが、それは、この小説自身はハワイの日系2世が主人公で、スタートするところは1941年の12月です。真珠湾攻撃から始まります。で、全く知らなかったんですが、ハワイには全人口の4割が日系人だったそうです。1世と2世です。で、1世は、アメリカ国籍を取得できません。アメリカから、阻害されて、取得できません。でも2世はアメリカ国籍を持っています。で、まだもう途中なんですけれど、2世たちは、アメリカ人として、日本に、軍人として戦っていくという展開になっていくんだと思いますが、その最初のところで、これはアメリカの政府筋が言う言葉です。最初は純粋にアメリカから多くを学ぼうと学生が留学してきた。これは日本人のことです。ところが日本政府によって徴兵制が敷かれると、それを逃れようとする若者が押し寄せた。さらには地方で生活に困窮した者たちが政府の肝入りで送られてきた。せいぜいアメリカで稼ぎ日本へ送金してもらえば外貨が稼げる、国の礎となる、その発想のどこにアメリカへの忠誠心があるかなというふうに、これは、2世が、日系2世が、いや自分はアメリカ人なんだから、アメリカ人として扱ってくれって言った時の、答えっていうか対応するセリフでこのようなものが出ていました。で、これを読んで、あ、これがまさに移民なんだというふうに、感じました。で、このように考えますと、移民受け入れ国は移民に対して、言葉とは何かについてあまり深く考えてほしくないのかなと、ちょっとひねくれた考えを持ってしまいました。もしそうであるのならば、私たち現場にいる教師はもっと真剣にこの問題に対して考え続けなければならないと思っています。以上です。畑先生ありがとうございました。